はい、こんにちは。野生デザイナーの西山由紀恵です。今回はダイソーさんの桜のスワッグを作っていきたいと思います。で、ちょっとその前にお知らせをさせていただきたいんですけれども、フォロミーというアプリでオンラインサロンを始めました。で、この内容の方は編集する前の動画をアップしたりとか、アップする前の作品の写真をアップしたりしていこうかなと思います。あと、この寄せ絵チャンネルでお届けしている100円ショップの増加や寄せ絵などの質問などにお答えしていきたいなと思ってます。で、こちら有料会員さんだけになるんですけれども、会員になる前にはちょっと写真とか動画にはモザイクがかかっていますが、こんな感じというのを見ることができますので、リンクからぜひ見ていただければと思います。はい、それでは今回はダイソーさんの桜の造花でスワッグを作っていきたいと思います。材料と作り方です。はい、今回の材料はこちらです。まず桜ですね、枝付きのものを用意しました。で、割と長いものです。商品名の方は桜スプレーで桜一本花という商品名になってます。こちらの方を今回は5本用意しました。あとグリーンですね、ちょっと丸葉のユーカリという商品名のものです。で、グリーンスプレーのシリーズになってます。で、同じタイプのユーカリがなくても、こうちょっと長めのものがあれば大丈夫です。こちらを2本用意します。はい、あと最近グリーンと白い小花のようなボリュームのある造花が出てきたので、こちらを使っていきたいと思います。商品名の方はナチュラルグリーンブッシュです。こちらを1本用意します。あと桜といえば菜の花も一緒に咲いているので、菜の花も使っていきたいと思います。菜の花は2種類使います。まずこちらは緑の葉っぱがついている、で、春フラワーブッシュ、菜の花ブッシュという商品名のついているものです。こちらを2本用意します。で、2種類目の方は、こちらは黄色が入ってなくてちょっと小ぶりの葉っぱになってます。で、お花の方も小さめで、緑のこうつぼみがついていない方のものです。商品名の方は春一本花のシリーズのインテリア菜の花という商品名のものです。こちらは3本用意します。あとリボンを用意します。こちらの方はお好みでいいんですが、今回用意したのはオーガンジーリボンの2センチ×長さが3メートルのもので、白の小判ライン入りというものです。こちら結構たくさん使おうかなと思ってますので、新しいものを用意してください。あとニッパーとワイヤーを用意します。で、今回はスワッグなんですが、ちょっと丈の短いものを丈の長い方につけていきたいと思うので、ちょっと多めに用意しておきます。で、細かいところにワイヤーを巻いていくので 0.35 ミリの細いもので使っていくと使いやすいと思います。はい、まず桜を用意します。で、桜の方は結構下の方まで桜の花びらがついていて、長い仕上がりになってますので、いつものようにこう段差をつけてしまうと、こう結構長くついている感じになるので、全部同じ高さでいきたいと思います。ただ同じ長さにするとこの辺が密集してお花が潰れてしまうので、潰れないように組んでいきたいと思います。はい、この桜の枝は3本ついていて、この一番長い枝とこの短い枝を分けます。で、そこに人差し指を挟んでおいて、こんな形で持ちます。で、2本目も同じように長い方と短い方に分けて、ここに人差し指を入れて、3本目も同じように指を入れて、4本目、5本目、はい、こんな形で、人差し指が入っているところで長い枝と短い枝を分けました。で、この状態で少し前に低い方を倒します。で、あとは他のお花を組んでいきます。で、まずはこちらユーカリの方を後ろに組むんですが、よく見ると裏表がいろいろ入り組んでいるものが多いの で、桜の方はそっと置いておくと、もう分けてあるので大丈夫です。で、ユーカリの方はこの付け根のところがこうぐるっと回せるタイプなので、表を向くようにしていきます。で、あと枝をちょっと離しておくと作業がしやすくなります。はい、
で裏表なんですが、この枝がそのまま葉っぱの方につながってる筋が見える方が裏側で、つらのつるつるした方が表になってますので、こちらに向くようにしていきます。はい、これで全部表を向きました。でこちらを組んでしまうと手が塞がってしまうので、もう一本の方も表にしてから組んでいきます。はい、でこの状態で桜の後ろにつけていきます。はい、でもう一回高い方と低い方の分け目を確認して、でユーカリは少し広がるように桜と同じぐらいの高さで後ろに組みます。はい、でここでワイヤーでこの手で持っている根元の部分を湯沸きます。で仮止めなんですが、次の作業をしやすくするためにちょっと強めに巻いておきます。はい、で作業するのにこう出しっぱなしですと危ないので下にしておきます。で次は白い小花をつけていきます。でこの白い小花はこのまま入れてしまうとボサボサになって、ここにボリュームが集まってしまって桜の方も潰してしまったりするので、ここで一回カットしてバラバラにして使います。はい、この状態にします。でこちらは上下しないのでこのまま使います。でこの小花の方は真ん中の方にも使っていきたいので、桜の枝につけていきたいと思います。でこの下の方でワイヤーで留めていきます。はい、こちら1/4カットにして、で下の部分ですね、こちらに半分のところでぐるっと巻いてもいいですし、1センチぐらい出して片方だけぐるぐる巻いて、で同じぐらいの長さになったらこう巻いて、でこちらはこう短くカットしてしまうと逆に危ない長さになってしまうので、長いままで枝と同じように下に逃がしてなじませた方が危なくなくなります。あとこちらのアレンジ用のテープがあるといいです。で少し短くても大丈夫なので3センチぐらいにカットして、でこのままですと全然粘着力がないんですが、少し巻いて引っ張るように巻いていきます。でそうすると中から粘着素材が出てきて、ぴったりとつくようになって、今ベタベタした感じになってますので、これで安全に処理できます。こちらも用意しておくといいと思います。でもし上の方がグラグラしてしまう場合にはテープを直接つけてもいいです。はい、こちらにつけました。はい、あと全体を見て、散りばめていくんですが、左右につける場合にはどちらかを低くしてこんな風に段差をつけるとかっこよく仕上がります。はい、真ん中に2つ入れていって、左右に2つ段差をつけていきたいと思います。でこちら下の小花は 1/2 カットのちょっと長めの方でつけていきます。はい、真ん中の方の右側のちょっと高い方をつけていきます。はい、こちらですね。で周りのお花を巻き込まないようにちょっと広げて、ここだけ作業しやすいように開けておきます。はい、あともう一本の方はこちらの中心のちょっと低いところにつけていきます。はい、こんな感じに完成しました。でまだ花がちょっと重なっているところがあるんですが、こちらは最後に整えていきます。で、はい、こちらの3本の方の菜の花をつけていきます。
はい、こんな形で桜の枝につけていきます。で、後ろを見て長い桜かユーカリのところにつけていくんですが、ユーカリは中心に寄っているので桜につけます。で、この辺につけたいなというところが見つかったら前を見てもう一回確認します。決まったらまた裏に戻してこの辺でつけていきます。桜の上の方にももう一回つけていきます。はい、こちらにつけました。はい、2本目も同じようにつけていきます。はい、つけられました。で、次はこちらの菜の花をつけていきます。で、こちらはこの手元のところに花がよく見えるようにこう丸くつけていきたいので、枝の方がこういう形になります。で、一気に曲げずに一本一本曲げて葉っぱとのバランスを見ていきます。はい、ちょっと緩やかに曲げていきます。2本目も同じようにしていきます。はい、葉っぱは後ろに回してまとめていきます。で、こちら組む時に同じ高さでも、綺麗にはまる時は同じ高さでいいですし、こちらちょっとずらした方がパチッとはまるので、パズルのようにパチッとはまるところを見つけてつけていきます。で、桜が見えるように整えて、この葉っぱがなくなるあたりでつけます。で、ちょっと10センチぐらい出しておいて、で、後ろでこの枝の間に入れるとより安全に仕上がります。はい、で、こちらで全部つけられたので整えていきます。で、整えていく時のポイントは、やっぱり段差がきれいにつくように、低い枝は前に出して、真ん中の枝とあと高い枝という形で、それぞれの長さに合わせて役割を分けてあげることが整える時にうまくいきます。はい、整えました。で、ちょっと立体的に前にも出るようにしました。あと、リボンをつけていきます。はい、今回リボンはちょっと長めに用意します。で、ちょうど真ん中のところを当てて、こちら前側に当てます。で、片方ずつ同じように巻いていきます。はい、で、今右側を5周巻きました。今度左側を5周巻いていきます。で、5周ずつ巻いたので湯沸きます。はい、で、枝の方をカットするんですが、今回はちょっと先が長いので、こちらも長めに取っておきます。はい、一番長い枝を1本だけカットして、飾った後にもう1回整えていきます。はい、で、飾ってみると作っている時と反対側なので見え方が変わります。で、これでまた整えていきます。はい、全体にちょっと広げるようにして整えました。はい、今回は桜をいっぱい使ってボリュームのある桜のスワッグを作ってみました。で、ダイソーさんの桜は結構枝の長いものが多いので、ボリュームのあるスワッグが作れると思います。はい、あとこちら枝を少し広げて大きめの花瓶に挿して楽しんでいただけると思いますので、よかったらご参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。また先ほどご紹介のフォロミーもよかったら覗いてみてください。